ヤー,ーヤーンテラー効果、ヤーンテラー効果、ヤーンテラー効果、またはヤーンテラー変形、ヤーンテラー変形は特定の状況下で非線形分子の構造が歪む現象のことである。この電子的な作用は電子的に縮退した非線形分子は安定ではありえないということを軍論を用いて証明したハーマン・ヤーンとエドワード・テラーにちなんで名付けられた。この効果は 電子的に縮退した規定状態を持つあらゆる非線形分子は変形によって作体のエネルギーが下がるため縮退が解けるような幾何学的変形を受けるであろうと述べている。多原子分子あるいは個体中の原子団で原子核の配置、核配置が幾何学的に高い対称性を持つとき電子系のエネルギー順位は縮退していることが多い。しかしこの場合には 多少の例外を除いて、一般には原子核の幾何学的配置が変わって対称性が下がると原子状態の縮体が溶け、分かれた状態の一つは対称性の高い配置での状態よりもエネルギーが低く安定である。このことをヤーンテラーの定理という、電子のエネルギー順位の縮体が溶けて安定化された状態が実現することをヤーンテラー効果あるいは静的ヤーテラー効果と呼び、 動的ヤーンテラー効果とは区別される。ヤーンとテラーは、電子と原子核との相互作用を、対称性の高い配置からの原子核の変異について一時の、こうまでを考慮に入れ、あらゆる可能な点対象の場合について、軍論的方法を用い、しらみつぶしに調べることによってこの定理が成立する、ことを示した。ヤーンテラー効果は、繊維金属の八面体計算体で、 最もよく見られ、特に6範囲の同作体で顕著である。8面体系繊維金属作体の5つの D 軌道は、結晶状あるいは廃止上によって、見え縮体した T 軌道 DDD と二重縮体した E 軌道 DD に分裂している。同作体の D 電子配置は、見え縮体した T 軌道は全て占められ、 二重縮退した E 軌道は D に2個、D に1個の合計3個の電子で占められている。このような錯体は分子の4回対称軸の一つ、Z 軸と呼ばれるを歪め、軌道と電子の縮退を解き、エネルギーを低下させる。この変形によって、T 軌道では D が不安定化され、D、D は安定化される。また E 軌道では D が安定化され、D は 不安定化される。電子配置はとなる。T 軌道の3つについては、D の不安定化と D、D の安定化の合計は同じ程度である。そのため、変形による T 軌道のエネルギーの変化はほとんどない。一方、E 軌道の2つについては、D の不安定化より D の安定化の方が上回る。そのため、この作体は、Z 軸方向に伸びた八面体系構造を持つ。 ことになる。この変形は、通常 Z 軸上の灰石との結合を伸ばすが、しばしば短くなる変形も起こる。ヤーンテラー効果は、不安定な構造を予測するが、変形の方向は予測しない。このような結合の伸長が起こると、Z 軸方向のルイス延期性灰石の孤立電子体と軌道間の反発が緩和され、錯体のエネルギーが下がる。 変形が起こっていない作体が反転中心を持つなら変形後もこれは維持される。ヤーンテラー効果は八面体形作体において EE 軌道が非対称に占有されるときに最も顕著である。すなわち二重縮体した規定状態を持つ D、低スピン D、高スピン D 作体である。これは変形に関係する E 軌道が直接配位石に向いているためで その結果変形によって大きなエネルギー的安定化をもたらすことができる。厳密に言えば、見え宿体した T 軌道が非対称に占有される D、D 作体でもこの変形は起こるはずであるが、この変形はずっと弱い。T 軌道は直接肺位子に向いておらず、肺位子が遠ざかることによる反発の減少はより小さいからである。同じことが四面体系作体についても言える。 軌道が灰石に向いていないため、変形によって得られる安定化はより少ない。弱、弱いヤーンテラー効果、非対称に占有された T 軌道、強、強いヤーンテラー効果、非対称に占有された E 軌道、空白、ヤーンテラー効果は期待されない。ヤーンテラー効果は、無機化合物の UV ビス吸収スペクトルのピークの分裂から実験的に示すことができる。 これは、多くの同作体においても明らかである。また、低温での電子スピン共鳴スペクトリ中の、不対電子スピンの微細構造から、このような作体の違法性、及び排出との結合の性質についての詳細な、情報が得られる。ヤーンテラー効果は、シクロークタテトラエンの場合のように、しばしば有機化学でも見られるが、この引用文献には、ギアンテラー効果、 しばしば、副次的ヤーンテラー効果とコレルは D 戦意構造には存在しないとする、もう一方の文献との差異がある。しかし、明確な実例がシクロークタテトライニルラジカルアニオンのケースにあり、古典的な PyMO、フロストサークルズ、ウズは明らかに縮大した軌道が非対称に占有されていることを示している。したがって、この分子はヤーンテラー効果によって歪むことにな。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。